が、役員の持ちます提灯の後ろに2列に並んでくださるようお願いいたします。口浜区春日神社、まもなく神輿の担ぎ上げ渡御の披露となります。そして本日もこちら会場にて神輿の大台くぐり、皆様にご参加をいただけるようでございますので、提灯の後ろ、役員の持ちます提灯の後ろの後ろに2列で並んでください。はい、それではただいまの花火を持ちまして、口浜区春日神社神輿の渡御となります。神輿の担ぎ上げの儀でございます。どうぞ皆様大きな拍手を持ちまして、春日神社神輿の担ぎ上げお迎えくださいますようよろしくお願いを申し上げます。雨の小屋根の御事をお祭りしてございます。雨の小屋根の御事は、天照大御神が天の岩屋にお隠れになっており、お出ましくださるよう岩戸の前で祭祀を行った神様、天の降臨におともして天を出してこられた男の神様でございます。1200年余り前、藤原氏が国家の繁栄と民の幸せを祈念いたしまして、お祭りされた春日大社が春日神社の始まりと言われております。ただいま担がれております神輿でございますが、白木造りでございます。昭和31年、朝子秀慶氏の手によりまして新調されまして、そしてその後、幾度か改修いたしまして、平成28年、串浜区春日神社担ぎ手の装束でございますが、神様の最も近くでご奉仕をする、神様に仕える役目ということから、清らかで汚れのない白装束でございます。色物は一切使わず、神社名神社の代理番で鉢巻きはいたしません。そして役員の持ちます春日神社と神社名の入りました提灯の後ろに2列に並んでくださるよう、参加される方は祭壇くぐりに参加をされる方は、役員の春日神社と神社名の入りました提灯の後ろ2列にお並びいただきまして、お待ちくださいますようお願いを申し上げます。一方向から入りまして逃げるという形でのスタイルでの神輿の大台くぐりでございますので、ご協力のほどよろしくお願いを申し上げます。たくさんの方が大台くぐりをされると思われますので、危険も伴いますので、サンダル、草履、ヒールをお履きの方はご遠慮くださいますようお願いを申し上げております。ただいま神輿を担ぎ上げまして、そして皆様のお祭りを披露させていただいております。串浜区春日神社でございます。春日神社の香りでございますが、夜半屋内の路上を終えまして、お正月を迎えます。
に冷房し合わせをいたしております。ご披露の時間は10分間となっております。口はまず春日神社の氏子若衆の皆様、体内くぐり参加されるご希望される皆様がたくさんお待ちでございます。準備の方ができましたらどうぞよろしくお願いいたしたいと思います。そして大みこしの後方には、小みこしも皆様にみこし徒行ご披露いたしております。かわいい氏子たちにも皆様からどうぞご声援もよろしくお願いいたします。体内くぐりとご案内をさせていただきました。Hallelujah!
とうございました。浜松春日神社の牛子若衆の皆様、どうぞ皆様大きな拍手をお送りくださいますようよろしくお願い申し上げます。みこしの大大くぐりのご披露もありがとうございました。そして、続きまして戸田区今の牛子神社の皆様、みこしのお手土産のお時間となりました。よろしくお願いいたします。Thank you.
Thank you.
来てくれないよ。弱
Thank you.
Thank you.